紫馬小屋シは豆か馬小屋シ族の多年層。中央アジア原産。アルファルファ、ルーサンとも呼ばれる。頑丈な根株から多数の茎を創生し、伸びると1メートルほどになる。夏に小紫色から白色の長径花をつける。種子は工事種子で螺旋状に巻った果実の中にある。根が地中5から10メートルにも達するため、考えに強い。 牛などに与える牧草として使われるほか、スプラウトの状態でサラダなどに使う。根が地中5から10メートルにも達して栄養分を吸い上げることと根粒菌の共生により乾燥重量あたりの栄養価は非常に高いが、牛はさほどこの草を好まない。夏季の理由から日本ではアルファルファ乾燥飼料のほとんどを海外からの輸入に依存している。1980年代に 日本国内で健康食品として流行したが、ほどなくして、下火になる。しかし最近では加工され、サプリメントとして販売されているほか、スプラウトブームで再び注目され始めている。研究については、落農学園大学などで行われている。日本では、明治時代に導入されたが、多質で、酸性土壌の多い日本での生産は定着せず、ごく一部が、 野生化するに止まっていた。しかし、近年では、北海道の農研機構及び、雪印種苗により、大病性、体幹性を持たせた新品種が開発され、栽培が広まっている。2007年のアメリカでの生産量は、平均で 1AC あたり3.35トン、総量は7257万トンである。ありがとうございます。